お願いします。今日はありがとうございました。あ、もしもし、すげえ急なんだけど、明日みんなでルブランに集合できない？あ、おっしゃー。この焦りよう、夏休みの宿題か？モルガナ、すげえ、なんでわかるんだ？当たりかよ。つうことだから、もう誠とかにも連絡してるし、明日よろしく。やれやれ、今日はもう寝ようぜ。あの黒いのが我が輩？そんなわけない。我が輩は人間だったわけで、人間だったはず。メメントスの奥で歪みを晴らせば絶対、絶対大丈夫だ。悪い、起こしちまったな。いや、その日焼けが痛くてヒリヒリして目が覚めたんだよ。黒いから太陽光吸収しまくりなんだって、わかんだろ。地毛だよ、地毛。ところでさ、気にしてなんかないけど、あのさ、もしもだぞ、もし我が輩が変なものだったら、お前どうする？地毛よ、もしもだよ。もしさっきのが本当なら、怪盗団やってていいのか。それに怪盗団でも、今の我が輩は、なんでもないし。まあ、猫の生活も割と慣れてきたな。この物置も正直居心地は悪くない。まあ、さっさと人間に戻って引っ越したいとこだかな。最上階のスウィートルームでラグジュアリーライフとか。けど、変なものになるぐらいなら、いっそこのまま猫でも。我が輩、お前と取引してるよな。ここにいてもいいってことだ、そうだろ？そうだよな、今の忘れないでくれよ。よし。ほらほら、さっさと寝ようぜ。おやすみ。大丈夫だよな。夏休み終盤の過ごし方だな。まさか昨日まで全く宿題に手をつけてなかったなんてね。まあ、遊ぶのは個人の自由だしね、仕方ないよね。すみませんでした。もうその辺にしといてやれよ。それより一息入れたらどうだ。マスター、マジ神っす。
俺は買い出し行ってくるから少しだけ留守頼むわ。こちらのクラブチームでは積極的なスポーツ科学の導入が行われています。トレーニングプログラムに研究所の意見を取り入れるなど。あ、そういえばさ、うちでもスポーツでちょっと話題になった子いたよね。スポーツ？新体操の子？そうそう、すっごい可愛いって噂の子。おお、吉沢だっけ？つか、あいつ確か夏の大会出んだろ？あれ？もう終わったか？ああ、それなら。誠？ああ、うん。この前学校に行った時にたまたま先生から聞いたんだけど、吉沢さん大会の結果あんまり良くなかったみたい。そうなんだ。期待する声結構あったみたいだし、本人も辛いよね。だな。けど新体操の大会ってもう一つなかったか？つれえだろうけど、そっちで結果出せりゃ学校の連中の言うことなんて。あ、それなんだけどさ、実はさ、夏休み入る前三島くんと偶然会ったんだけど。三島と？三島くん怒っててさ、どうしたのかって聞いたら学校の裏サイトの書き込み見せてくれたの。なんか学校が結果を出せない特待生を見捨てるみたいなこと書かれててさ。それって名前も出てなかったし、所詮噂だからって思ったけど、これもしかして吉沢さんのことなのかな。どうだろう。でも鴨志田の事件以来、学校がイメージアップに躍起になってたでしょ。あれの一環で新しい学校の顔を作ろうとしてたっていうのは事実みたい。だから今回の結果で学校側の対応が変わるっていうのはない話じゃないかもね。期待のホープに勝手に目をつけて結果が出ないと分かったらポイ捨てか。真偽は定かではないにせよ、あまりにも身勝手だな。やっぱまだまだ世の中間違ってるよな。ああ、吉沢の扱いがどうなるかは分からない。だが少なくとも我が輩たちの働きで悪い可能性は詰めるはずだ。続いてはこちら、怪盗団騒動。人々の注目が集まる話題にスポットを当てます。世界的に有名なハッカー集団を沈黙させ人々を驚かせた怪盗団。その人気は国内にとどまらず、海外メディアも熱い視線を注いでいます。新世代の義足やダークヒーローなど世間からの呼び声も高く。おい、すごいことになったな。世界が我が輩たちに注目してるぞ。あっちいな。わからない。なぜ我が輩はメメントスに。
よーし。よし、行こうぜ。やあ。どうする？うん、おいしい。ちょっと。ありがとう。よし。またね。にしてもまさか双葉の母親の件が町を騒がしてる事件につながっちまうとはな。こいつはほっとけねえな。まさに我が輩たちの出番じゃねえか。同じ力を持っていながら
我が輩たちが避けてきた廃人化をわざと起こしている悪党、実在すんなら誰に止められる？我が輩たちだけだ。面白くなってきやがったぜ。新人も入ったことだし、ここらで我が輩もベテランの凄みを見せてやらんとな。みんなで昼飯食いに行くぞ。なんか言うんじゃねえ。おごってやるから来い。双葉が外出られるようになったし、お前は夏休み最後だしな。私の希望で寿司になった。ありがたく思え。うまいって評判の店だ。寿司だと？我が輩も連れてけよ。結局寿司より食えなかったからな。にゃーにゃー、うるせえな。連れてくってことか。まあかわいそうだから寿司より買ってきてやるか。心が通じてるぜ。中トロ、大トロ、イクラとアナゴ、それから、あ、覚えられないか、メモってけ。どうだ、うまいか。はい。そんなにがっつくな、誰も取らねえよ。言わんこっちゃねえ。お茶飲め、お茶。トイレ。トイレか。トイレはあっちだ。忙しいやつだな。昔はよくあいつの母親と三人で飯を食いに行ったもんだ。懐かしいな。そんなことがあったことすら忘れてたよ。あ、危なかった。死ぬかと思った。さて仕切り直すか。まだ食うのか。もうお腹いっぱい。お手上げだ。どっちだよ。ちょっと便所行って会計してくるわ。大将、お勘定。はいよ。中学の入学祝いでお母さんと宗次郎とお寿司を食べに来たことがあるんだ。あのお寿司美味しかった。今日のもなかなかだったぞ。また三人で来たいな。今度はいつにする？お母さんにも食べさせたかったな、今日のお寿司。お母さんのこと明らかにしたい。廃人化させたやつを私は許さない。そんなわけで協力よろしくな。12万？嘘だろ。寿司より無理そうだね。おかえり、待ってたぜ。ん？あれ？寿司よりは？我が輩の中トロや大トロ。そういうことかよ。秋葉原に現地集合って、双葉一人で大丈夫なのか。これ行った方がいいぞ。
よし。待ち合わせはここなのか？いない。近くを探してみろ。一人？どこから来たんだ？おい、あれ。家で？どうしたの？まずいんじゃないか。どうする？急ぐぞ。とりあえず交番まで来てもらおうか。君は？はい。友達、ご家族の方？本当だろうね。わかった。パパ、どうしたんだ？すまん。海で克服できたと思い込んでた。ダメだったのか。パニクった。知ってる人はいなくて。心臓がドキドキしてる、パンク。一人、怖くて、動けなくなって、うずくまった。そしたら、周りがざわざわして、警察まで来て終わった。困った時はこいつに連絡しろよ。連絡？わかった。うん、これくらい近ければ落ち着く。このままでいいだろ。そうかもしれない。ああ、一人じゃゲーム一本買えないとは。不覚だ。双葉？でもこいつと一緒なら外にも出られる。ひょっとして必須アイテム？頼む、私の外出必須アイテムになってくれ。代わりにこれまで以上にナビ頑張るから。本当か？じゃあ取引成立だな。怪盗団の情報収集能力には私たちも感心しているの。高度なハッキング技術でもなければ到底成し得ない離れ技だってね。誰の仕業？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、忍者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。よし、そうと決まれば行くぞ。お、どこに行くんだ？ゲーム買う。さっきまで泣きわめいてたくせに。必須アイテムが手に入ったからな。クリア条件は揃った。必須アイテムじゃなかった。二人とも行くぞ。おかえり。二人でどこ行ってたんだ？秋葉原。本当か？すごいじゃないか、双葉。まあね。その調子で高校にも行けるようになりゃ、いうことねえんだがな。うん。まあ、それはおいおいだ。人の多いとこ行って疲れただろう。今日は早く寝ろよ。じゃあ、俺ら帰るわ。
囚人、主よりお言葉だ。また新たな仲間と契約を結んだな。これはまた変わった力の持ち主だ。その力はお前たちを族としてさらなる高みへ導くだろう。心配するな。お前は着実に目的の成就に近づいている。その証拠というわけではないが、今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。これよりお前の物語は大きく動くことになるだろう。これまで以上に力を磨き、来るべき時に備えてくれ。期待しているよ。よし。ではまた。時間です、囚人。戻りなさい。おはようさん。お、制服。しっかりあげめよ。双葉のやつ、朝方の生活にするんだと。健全な作戦行動は健全なライフスタイルからだ。作戦？続いて今しがた入った速報です。連日世間を賑わせているいわゆる怪盗団事件、騒ぎの大きさを受け、総理大臣が官邸で記者団の質問に答えました。近頃怪盗団と俗称される集団の噂があることは政府としても承知しております。現在警察等が事実確認に努めており、適切に対処してまいろうと。総理まで怪盗団かよ。正義の味方だからね。改心ね。本当なのか。いよいよ我が輩たちも全国区だな。その謙虚さは好感持てるぜ。我が輩から盗んだな。例の事件の手がかり早く掴んで我が輩らで解決してやろうぜ。双葉のためにもな。お前ら本当に仲いいな。そろそろ行かねえと遅刻するぞ。お勤めご苦労。一番高いのはやっぱり10代みたいですね。学校でも怪盗の話ばっかりなんて意見もいただいてます。怪盗って知ってます？娘なんか毎日そればっかりだよ。お願いチャンネルとやらにかじりついてる。あれ、ただの掲示板じゃないのか。最近ランキングが追加されたんですよ。次は誰を改心させてほしいですかって。
ハッカーまで退治したし、期待も高まってるのか結構投票されてます。へえ、俺も投票してみようかな。うちの社長に改心して給料を上げてくれってか。終わったわ。やっぱ怪盗でしょ。私思うけど、夏休み短すぎない？どんだけよ。はい、ホームルーム始めるわよ。休み明け早々ですが、来週からいよいよ修学旅行です。あ、そっか、そうだ。学生はいいわね。1ヶ月も夏休みの上に、それとは別口でハワイなんて。くれぐれもハメ外しすぎないでね。はい、静かに。ホームルーム終わります。修学旅行か。やっぱその間って解凍でき。高牧さん、英語を話せるんだよね。一応ね。すごい、向こういたから普通だって。ねえ、わかんないことあったら英語聞いていい？え？来たの？下校の早かった俺が拾いに行った。気がましいお稲荷だ。さて本題だ。これからどうするよ。また大物狙うか？それもそうだが、例の認知世界の悪党とやらはどうする？いるのはもう確実でしょう。しかも廃人化を引き起こしてる犯人、放置なんて絶対許されないわ。でも手がかりねえんじゃなけどさ、俺たち今めっちゃ人気じゃん。学校も怪盗団の話で持ちきりだし、テレビで見ねえ日もねえってくらいだぜ。このビッグウェーブ来た感やばくね。確かにね、怪盗お願いチャンネルもランキングとかすごいことになってるし。これか。お、なんだこれ。1位がどんどん入れ替わってる。ナウで投票されまくってるからな。こいつら狙ってきゃ、さすがに1回くらい大金も入んだろ。お前だったら何に使うよ。痩せ我慢とか別にかっこよくねえし。双葉はいいの？お母さんと関係あるのに。よくない、そいつは必ずぶっ飛ばす。廃人化の犯人、よく考えりゃこれ以上の大物もいねえ。もしこいつを改心させて自白が出れば、俺らマジ天下取れんぜ。そん時はいっそ正体明かせ、モテ期来ちゃうんじゃねこれ。そんな顔出しとかあり？そうか、真犯人の自白が出れば異世界の存在も知れる。不審に隠れ続ける必要は。
ちょっと目立つためじゃないのよ。正体不明は怪盗の美学だぜ。けど今でこれなら実際とんでもねえ騒ぎ来るぜ。廃人化の件は本当に当ては何もないのか。姉の新島が確か調べてるんじゃなかったか。そうだけど根掘り葉掘りは聞けないよ。首を突っ込むなって怒られるだけ。聞けないならデータ引っこ抜く。その人私物のパソコンとかある。まさか。私特製の仕掛けが入ったストレージ貸すよ。ぶっ刺せば内蔵ハードのデータ丸コピー。 OS の赤パスとか関係なし。ただ本人のパソコンに直接ぶっ刺す必要あるけど、できそう？お姉ちゃん、ノートパソコンを持ち帰ってくることはあるけど、そこまでするのは。お、またなんか双葉がすげえことやんの？姉の本音を見てしまうのが怖いか？そんなことない。わかった。ね、週刊誌に私がですか。鴨志田先生の件については観光令を敷いたはず。待ってください。どうか猶予を。怪盗団の尻尾は必ず掴みますから。先生のお力がなければここまで私は。ですからどうかお願いします。今は誠に託そう。きっとやってくれるって。ナナ、つけておこう。